よう、キリュウ君。おい、なんだ、無視かよ。よう、キリュウ君。よう、キリュウ君。準備よければカムロ町を出るぜ。蒼天堀に向かう。もうやり残したことはねえか。ああ、大丈夫だ。そうか。よし、それじゃあ入ってくれ。中で社長が待ってる。お待ちしてました、キリュウさん。あなたが蒼天堀に行く前に殻の一坪の持ち主についてお話ししておこうと思いましてね。ああ。その人物は今うちと協力関係にあるとある組織にかくまわれています。協力関係にある組織。その組織については後で小田さんから説明してもらいます。ただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝元、長い時間かくまえるものじゃありません。ですから殻の一坪の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。それもできるだけ早く。なるほど。それを俺と小田がやるんだな。ええ、この役はやはりあなた方にしか任せられません。キリュウさん、あなたは殻の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。ええ、ですがキリュウさんには近いうちにお話しできると思います。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら、そのためにも無事にカムロ町に帰ってきてください、キリュウさん。わかった。それで殻の一坪の持ち主はどういうやつなんだ。若い女性です。ただどうも目が不自由とのことでほぼ失明しています。え？その殻の一坪の所有者は牧村誠という人物です。裏社会の複数勢力から標的とされる牧村誠。彼女が狙われる理由を探る真島は、誠の面倒を見てきた中国人の針師李に見込まれる。李はかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった。誠を守ろうとする二人の前に現れた男、近江連合貴人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部で西谷、佐川という二つの勢力がそれぞれ誠を奪い合っていた。
徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中、真島は密かにかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまう。しかし最後に誠を手にしたのは突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。